富士くん出ておいで。ちっ、ここにもいないか。逃げ足だけは早いやつだね。東京ディバンカー続きやっていきましょう。カイトが危ないですねやっぱ面白いなこの人ロミオさん。さあ今回も本編続きやっていくんですけど、あ、なんか、うん、揉めてましたね。そういえばちょっと時間空けちゃったよね私まあ裏で一応コツコツとレベル上げとかしてたんですけど、ストーリー見忘れていたな。俺がいつ道具使っていいっつった？いやもう初っ端から初っ端冒頭1分でこんなに悪いことあります？道具、あ、そっか、なんか今絡まれてんのか。フロストハイム星が城内を一瞬にして沈黙が支配する。武器を構えていた寮生たちはみんな決まりが悪そうに目を伏せ、ゾロゾロとリングを折れていった。いやすごいね。でも圧倒的多分権力なんだろうな。てめえもガキの思い出作りならよそでやれ。はい、よそで作ってきますルカも他で思い出作ろう。ルカ、他で思い出作ろうな。ルカ君は複雑な感情を飲み込むように目を閉じると、カブカと一礼し静かにリングを降りた。無事でよかった。そうだね、俺ミドウさんがリングに立ってんの初めて見たわ。ほら半端ねえな。やっぱ毛色違うな、量に違ってよってね。俺は昔フロストハイムと全然違う。あの人のパンチ生で見たかな謎マウント。ぶっちまったけどよ。ぶっちまったよでもなんか機嫌悪そうだね。そしてリングの上に残ったのはミドウさんともう一人顔地刑事まさか今度はバガストロムのグール同士が、うん、多分寮長だよねこのミドウさんっていうのがね。いやなんかさ、この二人に手焼くだろうなっていう感じが節々と感じてきます。一年坊主、勝った喧嘩なら最後までやり合えとんでもない惜しい。俺が止めたんじゃねえよ。リングから降りようとした時点でてめえの負けだ。はあ、勝ち負けとかどうでもいいんで。トーツベイト1年生の彼は首裏をかきながら気だるげにリングを降りてしまった。お前の負けだかんな、土下座しろよ。ほっ、バガストロム、濡れねえと喧嘩もできねえのか。そんなことはめっちゃここのルールが気に入らねえやつ今すぐ寮から出てけ。ミドウさんの怒りのこもった一言に寮生たちは不愛想に頭を下げる。おい帰るぞ。はいはい、いやすいません、ほんとご迷惑をおかけしまって。ごめんなさいすぐ来てくれたもんね。話は後だ。なんだかんだ面倒見っすよね、カムライさん。さっさと行け。はい、私はリングにいるミドウさんに一礼し先に行くカムライさんを急いで追いかけた。いやな、機嫌悪そうだな。なんかうちの寮長様ってほんとつまんない男。これきっかけにこいつ暴走しそうな気するけどな。俺は蹴られ損じゃねえか。捨て頃の怠慢とか昭和かよ。あんな奴に人殺しなんてできると思う？さあな、俺からすりゃてめえの方がよっぽどイカれてるぜ。同意めっちゃ激しく同意。黙ったまま前を歩いていたカムライさんがようやく立ち止まる。怒られるのかな。外はすっかりと夜になっていて周囲に生徒の姿もない。閑散とした校舎の前で私たちは向き合った。転校生、お前は二度と他寮に関わるな。俺は間違ったことを言っていません。なぜ理由も聞かずに止めたのですか。うん、ルカは間違ってなかったと思うけどな。それこそカイトを侮辱されたから謝れって言いに行ったんだもんね謝れよお前ってあ、次の瞬間パシンと乾いた音が響き、ルカ君は頬を押さえて、いや気まずい、ちょっと待って、や手出すのやめましょう。モクスンがいないとこでやってください。最悪。カムライさんの氷のように冷たい眼差しとルカ君の熱を帯びて揺れる瞳が激しくぶつかる。いやモクスンめっちゃ見てんや、めっちゃ実況してくれんやお前やめてよ。お前くだらない喧嘩で騒いでる間この女はどこにいた？言ってみろ。ああ、そっか。モクスンが危ない目に遭ってしまったってことだよな。リングサイドです。うん。そうだ。バガストロムのチンピラ風情どもの中に一人きりでな。結構余裕ありましたけどね、モクスン。もし彼女に何かあれば、俺が守ります。何かあってからじゃ押せんだよ。あっ。そうだね、うん、モクスンも危険な目にあったかもしれないってことだもんな。でそれを
抑えようとして、まあ、金の力を使ってでも抑えようとしてくれたのがね、小切手を使ってでも、最終手段小切手を使ってでも止めようとしてくれたのが寮長だから。ルカ君は唇を引き結び、動揺している私に向き直った。怖い思いをさせてすまない。いや全然、モクスン大丈夫だもんね、余裕あったもんね。すみません、ルカ君悪くない、気をつけてほしい。気をつけ、お前嬉しそうにさ、ドア開けたりしてなかった？ここ開くんですよねって、僕、私がやってみますねみたいな感じだったじゃん。何が気をつけてほしい。いや、ルカ君悪くない、ルカは何も悪くなかった。なんならだってカイトを守るためだった。ルカ君悪くありません。ありがとう、君は優しいね。いや、そんなことはないよね、一番優しいのはルカだから。本当にお前らが思ってる以上に、はい、この学園は問題が多い。知ってます。特に他領の領地のことは、干渉するにも相応の代償が伴う。ご迷惑をおかけし申し訳ありません。いやでもルカ本当偉いな、ちゃんと言われたことに納得したら謝れる子だもんね。いや本当こういう子大好き。いいか、さっきの大柄の男、はい、バーガストロムの領長には関わるな。関わるな、御堂さんですか。あいつの拳は人を殺すための道具だ。とんでもない見解してますよ。人を殺すため、でもなんかそんなに悪い人に見えなかったというか、あの場にいた誰よりも常識人だった気がするよ。これは忠告じゃねえ、命令だ。命令か、なんか他のゲームの話を持ち出して申し訳ないんだけど、御堂さんっていう男は、私竜が如くの桐生一馬に近いのかなって思うんですね。なんか多分不器用な人ではあるんだよ、言葉足らずというか。でもなんかそんなに強いだけで悪い人に見えなかったけど、広がる対立、名門校の闇、今さらここの学校の闇とか、今さら疲れた。寝自宅を終え、屋根裏へと戻ってきた私は倒れ込むようにしてベッドに横たわる。この学園での生活にも少しずつ慣れてきたという安心感が、今日の出来事でリセットされてしまった気分だ。いや、せっかく楽しい毎日送ってたのにな、フロストハイムで。フロストハイム以外の寮ってみんなあんな感じなのかな。まあそれぞれ個性はあるんだよ。だってハリーポッターだってね、寮によって全然性格違うもんな。この学園に来たばかりの時も、シノストラの人に何度も襲われたし、と不安に駆られ、私はスマホを手に取った。お、いっぱいあるじゃん、DA チャンネル。たまたま。絶対違うね。たまたま、ちょっとたまたまわかんないわ。たまたま吉春って名前見たことがある。たモクスたまたまじゃないよ、この人。まあこれか、集まれ迷えるリトルシープよ、たまたま吉春のお悩み相談室。でもコメントゼロだよこれ。でフロストハイム VS ワガストロム、再び対立か。再び、前にもあったの。これめっちゃ盛り上がってるね、112件コメント来てる。ジャブジャブ好き集まれ、ちょっとわかんないな。フォーラス任務に定休介護持ってくるやつなんなん。ニコラ、会員の脳を生徒に移植するニコ。めっちゃ DA チャンネル盛り上がってんやん。ほう、たまたまね。コメントゼロ、集まれ迷えるリトルシープよ、たまたまのお悩み相談室。新進気鋭の天才純文学作家。あれ、この人知ってるぞ。この天才純文学作家っておそらくだけど、蛍火のもう一人の人なんですよ。スバルくんとハクさんとこのたまたま。なんだろう急にこれ。いいね、人こう。そうだね、とりあえず蛍火寮生のやつ全部いいね、人こう。これって今日のこと、もう記事になってる、フロストハイム。書いてるけど大した情報はないな。これその場にいたけど途中で試合中止してみんな泣いてたぜ。何があったの、誰か詳しく。フロートハイムの寮生、寮長が小切手をビリッてやってましたよ。フロートハイムの転校生が武器持って乗り込んできたらしい。カムライ出てきてケツ持ったってよ。これはカムライがバガストロムの一年をボコったって聞いたぞ。ん、
そんなことはなかったけど、事実と嘘がごちゃ混ぜになって書かれてら、こうやってね拡散されていくんです、あることないことが。根も葉もない噂話ってきっとこうやって生まれるんだろうな。御堂がちゃんと取って以来初めてリングに立ってるとこ見たわ。そういや内乱直前の殺人事件って御堂がやったって噂聞いたことある。内乱、なんかそれは言ってたよね、内乱が起こったみたいな。その前に殺人事件があったってこと。対立ってマジ内乱継続すんの？内乱殺人事件、不穏。この学院に来てから何度か耳にした内乱にまつわる記憶をかき集める。きっかけは去年学園内で起こった内乱のせいだって噂。俺は何とか巻き込まれずに済んだけど、マジでカオスだったんだから。でも巻き込まれた人もいるってことだもんね。これまで学内のトラブルはいつだってグールの仕業でしたし。きっと今回もそうでしょうね。まさかまた内乱が始まるのかしら。お前らが思ってる以上にこの学園は問題が多い。特に他領の領地のことは干渉するにも相応の代償が伴う。まるで何かに襲われたような荒れ具合。一体ここで何があったんだろう。ってことはここで内乱が起こってこんだけ荒らされてたってことかな。ってことだよね、おそらく。そんなとこ済まされてんの。頭の中で点と点が線でつながる感覚に私は一つの確信を持った。寮同士に対立が起こった。ウール同士が争った。学園殺人事件が発生。いや全部じゃない、一つの確信どころか、お前三つ確信持ってんやん。多分全部だよ。寮同士で対立も起こったから、それなりの代償があるって言ってたしね、寮長も。で、グール同士が争った。いつも問題を起こすのはグールって言ってたし、学園殺人事件が発生した。これも言ってたもんね。内乱前に殺人事件が起こったって。お前、3つも確信持ったらダメなのよ。でも争ったんだろうね。グール同士が多分争ったのか。去年グール同士が争った。そこに一般寮生たちが巻き込まれたせいでグールたちへの不満や恐怖が生まれた。その時彼らに何があったのか。今後この学園のグールたちと関わる中で私はそれを知っておくべきなのか、それとも触れてはいけないことなのか。答えが出ないままやがて私は眠りについた。触れない方がいいとは思うけど、どうせ触れるんでしょうね。にゃー言うて。にゃー言うて。にゃー言うても可愛い。毎朝来るの、猫が。わあ。猫、猫。起き上がり鳴き声のする方を見ると、窓際に伝書猫が座ってた。あ、次窓の方いたんだね。今すぐ開けろと言わんばかりに、伝書猫はその柔らかそうな肉気をプニプニと窓ガラスに押し付けている。可愛い。しばらく見てたいな。あ、今開けます。ベッドから立ち上がり、急いで窓を開ける。くっきりとした太陽の光と朝露の香りが新しい一日の始まりを教えてくれる。もう朝になっちゃった。にゃー。 あ、ごめんなさい、いつもありがとう。今日何なんだろうね。手紙を受け取ると伝書猫はいつも通り世話しなく走り去ってしまった。またこれですやんか。理事長からや、嫌な予感しかせえへん。特待生さんへ、はい、昨日の職員会議で次にあなたに同行してもらう寮が決まりました。絶対バーガーストロムよ。この中で絶対バーガーストロムよ。ヤンキーたちが集うバーガーストロムよ。昨日寮長に二度と関わるの、お前は絶対関わるなと言われたバーガーストロムよ。早速挨拶に行ってほしいので、お昼休みになったらダンテ先生のところへ行ってください。あ、ダンテ先生、あの車椅子みたいな。新しい寮でも頑張ってくださいね、はい、あなたの理事長より。私の理事長から。絶対バーガーストロームよ。私行きたくないんだけど。新たな通達、無慈悲な宣告。あ、ズーの時だ。この絵好きだわ。まあ、無慈悲な宣告はそうか。バーガーストロームだからな気するけど、気が重いな。理事長の指示通り、ダンテ先生に会うため、職員室の前でやってきた私は、しばらくの間ここで入室を躊躇してる。他の寮への同行が決まったって話した時、カイト君すごく寂しがってくれたな。いや、そうだよね。他の寮と、まあ、今から任務に向かうと思うんだけど、そうなるとフロストハイム生っ
って言って、まあ言ってもカイトとルカとはそんなに関わらなくなっちゃうってことだもんね。嫌なんですけど、私だって不安しかないけど、もやもやと考え事をしていると突然職員室のドアが開き、車椅子に乗ったダンテ先生が現れた。遅い。すみません、すみません、ちょっと行きたくないなっていうか、うん。ダンテ先生、上半身を大きく前後させ、私の前で車輪を急停止する。次に同行する量が決まったと聞きました。次はバガストロムだ。だと思いました。急にとてつもない心細さが襲い、足元がぐらりというのもめまい体がね、条件反射で嫌だってなってんだろうな。返事の言葉が見つからず、私は開いた口をそのままにダンテ先生の説明を待った。随分とがっかりしているようだな。いや、そりゃそうでしょ、わかるでしょ。昨日の騒ぎであいつらの厄介さが少しは理解できたか。図星をつかれ、私は正直に答えるしかなかった。はい不安、はあ、やはりお前もあの場にいたのか。え、カムライまで出てきたと聞いて、もしやと思ってな。ああ、なるほど。まあ、なかなかそのカムライさんまでは出向かないだろうってやつか。今の誘導尋問だったのか。私たちなりに理由があったとはいえ、両同士でいざこざが起こってしまったことは紛れもない事実だ。いや、でもね、やっぱね、何回考えても、こちらサイド悪くないというか。何にも悪くなかったじゃん。ダンテ先生の言葉を覚悟し目を伏せる。痛くないなって思ってるんですけど、まあいい。昨日の乱闘騒ぎでバガストロムへの監視の強化が決まった。お、監視の強化。お前には監査役としてあいつらの任務に同行してもらう。監視の強化で僕すんだ監視強化になると思いますか。はい、バガストロムは体力が有り余ったゴロつきの巣窟だ。念のため両者内では2人以上で行動しろ。どういうこと？殴られるってこと？タイマー貼られて殴られるってことですか？わかりました。早速だが、この調査指令書と資料を寮長の御堂に渡してきてくれ。お前が同行する任務の内容も書いてある。今回なんだっけ、なんか配信者のやつはあったよ、ね、任務が完了し、多分それだと思う。調査報告書を提出するまでは寮長の指示に従うように。カムライさんから御堂さんには関わるなって言われたばかりなのに。いや、そうなんですよね。絶対関わんな、二度と関わんなって言われたんですけど。あの、念のため副寮長の名前も教えてもらえますでしょうか。バガストロムに副寮長はいない。ほう、いない。いない。バガストロムは今御堂だけで運営している。3人だけってことかな。今1年生が新しく2人で入って、寮長の御堂さんがいるんでしょう。そういうこと？フロストハイムの時みたいに他の人に頼るのは難しそうだな。御堂は寮のガレージにいる。早く行け。でもそんなことあんのかな。なんかこう寮のさ、パワーバランスを同じにしなきゃいけないからって言ってたじゃん。で、ずっと御堂さん一人ぼっちだったの。そんなことはどうしよう。すごく不安やん。最後に一つ、御堂に駆け引きは通じない。ああ、でしょうね。思ったことは率直に伝えることだ。ああ、そうでしょうね。ああいうタイプの男はね、率直に。分かりました。なんて先生は車椅子をくるりと揺るがいしかない。雑草と職員室へ戻っていった。ダンテちゃんさ、優しさが溢れ出てるよ。うるさい、仕事に戻れ。なんだかんだやっぱダンテ先生って優しい感じするよね。もうモクスの気持ち汲み取ってくれるし、不良の洗礼絡まる因縁。いやー、ちょっと近づいてきたからラッパーに何この音。海賊に聞いてた通りバイクがたくさん、それに車まで。昨日はルカ君を追いかけるのに必死で、マガストロムの両者の様子はほとんど記憶に残っていなかった。入り口となっているガレージには埃とタイヤの匂いが漂い、時折金属音とオレンジの柴中に耳をつんざく。いや、つんざいてるんですけど私の耳を。迫力すごい。まあ、ガレージみたいな感じか。
道すがら何度もスマホを取り出し、ルカ君とカイト君に相談しようかと考え、絶対呼ぶなんて絶対揉めるから。しかし競技場での様子や DA チャンネルの書き込みを見る限り、2つの寮はどう考えても対立関係にある。2人を巻き込むのはやめておいた方が良さそうだな。そうだね、できるだけ、今回は頼らない方向で行った方がいいね。今回は学園から受けた正式な依頼のため、地下道は使わず正面から寮舎へと入る。御堂さんの姿を探して周囲を見渡すと、我がストロムの寮生と思われる一人の男子生徒と目が合ってしまった。誰だ？おい、そこのアマ。誰がアマだ？どこのもんだ？フロストハイムのもんだ。やっぱりこうなるよね。フロストハイム。僕さん別にフロストハイム生じゃないよ。御堂さんと会う前にトラブルを起こしたくないな。軽く会釈し、そのままガレージの奥へと進む。無視。しかし、てめえシカトしてんじゃねえぞ。そうですよね、今モクスンスルってしまってね。違うんです、モクスン分かんないです、こういうパンってことがね。次の瞬間、想像以上の力で腕をつかまれ、私は眉をしかめて、いやもう触らんといて、一旦離してください。ギリギリと食い込む男子生徒の手を精一杯の力で振り払おうとした。その時、うるさ、うわ出た、ちょっとどいてくんない、邪魔なんだけど。こいつ怒れよ。振り返る時のルカ君と揉めてたバガストロムの1年生が不機嫌そうにこちらを見据えていた。あれ、君って確か粘着腰抜け転校ボンドと一緒にいた女だよね。お前さもうバカ、もうバカバカバカ、お前もお前どんなネーミングセンスしてんの。もう語彙力なくしてもうバカバカバカしか言えなかったじゃん。粘着腰抜け転校ボンドって、お前いい加減にしろ。またいじめられに来たの？ド M かよ。うるせえなパパ活野郎がよ。そんなわけ。どけって言ってんの、聞こえない？こいつどうにかしてくださいよ。そうすぐも彼の屈辱で締めっぽい視線は私ではなく隣の男子生徒に向けられる。ああ、てめえ1年のくせに何様だ。俺様だよ。うーわ出た。彼は男子生徒の顔に向かって勢いよく口からプッと何かを吐き出した。あ、ガムやろそれ。ガム嫌だな。鼻で息か。人の噛んだガムで鼻止められるの嫌だ。おい、こら殺すぞてめえ。そこまでにしとけ。出た。御堂さん、もうちょい早く出てきてくれれば。寮長、この一年か。あ、もうガム詰まっててちょっと鼻声になってる。その手を離せ。話せ、やめろ、話せ、木槌に触るなよ。やっと話してくれた。てめえは喧嘩の相手も選べねえのか。すいませんでした。いや、そうだよな、なんでこんな木槌捕まえて喧嘩しようとしてんだよ。男子生徒は御堂さんに一礼すると、こちらを睨みつけながら足場に両者の外へと去っていった。あー怖かった、怖かった。寮長様、助けてくれてありがとう。ありがとう、こび打っとこう。お前はどこかで見た気がするな。特待生としてこの学園に編入しましたモクソンというものです。名前がダサいよ。昨日フロストハイムのグールと一緒に闘技場にお邪魔しました。え、そこまで言うと御堂さんの前がピクリと反応したのが分かった。お騒がせをしてしまいすいませんでした。私は精一杯に頭を下げた。いや偉いぞモクソン。こんなことをしたってフロストハイムとワガストロムの関係が改善するってわけではない。ただこの学園グールたちのことを何も知らないまま部活に立ち入ったことは素直に謝るべきだと思った。そうだね、うん、まあ、確かに100向こうが悪い、100向こうが悪いけど、こっちの土地に入ってしまったら私たちなので、嬉しそうにね、嬉しそうにここのカーテン引いていいんですかってやったらモクスンなので、そこはすいませんって感じです。すいませんでした。あと少しで終わる、そこに座って待ってろ。はい、なんかお菓子とかあれば出してもらえたらなって。カントリーマームとか。御堂さんの視線の先には一面に落書きされたレザー製のソファーが置かれてる。わかりました。残ってんじゃん。お、御堂さんは地面に置いた工具を拾い上げると、寝坂に、ね、寝板か、寝板に仰向けで横たわり車の下へと潜り込んでいった。あるね、なんかこう車の整備するときに使うやつだよね。ガンガラガッシャンコーンのやつね。
いやなんか不穏ですね。早くも衝突どうなる行き先衝突しちゃダメなのよ。めっちゃ喧嘩してんじゃんこれ。ちょっとねえ無視。俺も話があるんだけど。後にしろ、忙しい。忙しいって座って待っとけ。車の下から返事が聞こえる。どうやら御堂さんは整備の真っ最中らしい。車の整備とかできるんですね。はあ、待つとか無理だから。すぐ終わるし、先に俺の話聞いてよ。嘘、御堂さんにもその彼女モブする？もうめんどくさい彼女。本当にザラザラとアスファルトが擦れる音とともに御堂さんが顔を出す。何の用だ。なんだかんだ優しいっすね御堂さん。任務に行きたいの。これ出動許可申請書、サインちょうだい。御堂さんは立ち上がり、差し出された書類を無言で受け取る。許可できねえな。言ってたね、許可してくんない。なんで、意味わかんないんだけど。ちゃんと見てよ、不備ないでしょ。この任務はグールであるお前が受けようにはレベルが低すぎる。一般寮生に回してやれ。怒りのこもった琥珀色の眼光が御堂さんを鋭く睨み据えている。喧嘩か。グールだからって何。なんで俺が赤の他人のために危険な目に遭わなきゃいけないわけ。グールだからだよ。君たちのくだらないルールに合わせて正式に書類を提出したの。サインして。じゃあなんでこの学校来たんだろうね、この子。なんかもともとだってそういう手の学校じゃん、任務に行くっていうグールはね。なぜ来た。赤の他人のためか。人への情けはてめえのためでもあるんだよ。ヒュー。はあ。とにかくこの申請にサインはしねえ。よく考えて出直してこい。あ、御堂さんは書類勢いよく破った。いや破らんでもね。マジありえないんだけど。なんだか入れたまれなくなり、私は勇気を出してソファーから立ち上がる。喧嘩するなら別でやってほしいっていうかね。同時に向けられる二人の視線に緊張しつつ、恐る恐る調査指令書と資料を差し出した。任務ならここに。ダンテ先生から指示があり、私も任務に同行することになりました。みたいですよ。怒ってる。私たち資料に御堂さんが目を通している間、1年生の彼は私の背後に移動すると大きな音を立ててソファーに横たわった。 B ランク任務か。ああ B か。あでも前ののっぺらぼうも結局 B だったもん。バンダナの1年も呼べ。この任務にはお前らも連れていく。はあ、行くかどうかは自分で決めるし。わがまま。俺にも見せて。彼は片手を差し出す資料を渡すよう即すが、御堂さんそれを無視して私に向き直った。無視。特待生だったか。いや資料を見せるぐらいいいんじゃないですか。どうせ見るでしょ。はい、一応そういうことになってます。この中にバンダナの連絡先が登録されてるはずだ。はい。御堂さんからカバーのついてないスマホを手渡され、慌てて両手持ち直す。どういうことですか。私がかけるんですか。やだ緊張する。ああ頼む。デジタル機器は得意じゃねえんだ。デジタル機器。ついでにお前の連絡先も入れておけ。あ、はい。俺は工具を片付けてくる。はい。個性の塊かよここ。行っちゃった。これって御堂さんのスマホだよね。スマホにはパスワードがかかっておらず、連絡先のリストを表示すると学園の番号と個人名が2人分だけ登録されてる。何もうスマホ持つ気ないじゃんこいつ。あでもこれなんかレオって読むんだよね。君だよね。これなんて読むの。それ俺、ね、なんて個人情報読み上げんのやめてくんない。読み上げて読み上げてねえじゃん。読み上げられなかったじゃん。バカだから。てかあいつ何勝手に俺たちの連絡先登録してんの。職権乱用かよ。すみません。じゃあこの灰園翔平かな、灰園翔平って人かな、確か翔ちゃんって呼ばれてたはず。昨日会った時はずっと私たちを睨んでたけど、いやでもあの子ね、いい子そうな節はあるの。それは分かってる。やっぱり電話越しで戻されるのかな。私は緊張しながらも連絡先から通話画面を開いた。ビデオ通話にしちゃおうかな。あ、これかけるんですね。音でっか。はい、灰園です。お、えらい、ちゃんと自分の名前言えて。待つ、名乗る。いや、お前がかけたんだから待つはおかしいだろ。言っとけちゃんと。
モクスンと言います。どちら様？モクスンです。ミドウさんの代理で、ミドウさんの代理で電話しました。ミドウ？寮長が何だって？任務が決まったそうですよ。なんかちゃんと話聞いてくれるね、この子。任務への出動が決まったようです。はあ、めんどくせえ。いやでもいますよ、あなたの彼女ここに。ミドウさん呼んでるし、ミドウさんが呼んでます。ああ、デカブツが何の用だよ。なんでこんな喧嘩越しなの、ずっと。モクスもさ、これ選択肢いらないから勝手に喋ってくんない選択肢が一つの場合、私が何もこう選択する必要ないのよ。ガレージに来てほしいとのことです。今はミドウさんと、このちょっと読めないですけど、黒、なんか鳥っぽい子いますよ。います。マジか。レオのやつ、申請うまくいったんだな。ほんと自己紹介してくる。今すぐそっち行くわ。お、偉い。やっぱ、あの子がいるって分かったらすごく来るんだね。返事をする隙もなく電話を切られてしまった。意外と普通やった。レオでいい。ん？君に言ってんの。名字呼びだと違和感すごいから、下の名前にして。あれですね、名字呼びだったらこいつ一生呼べねえんじゃねえのと思ったってことですよね。その方が私も助かります。わかりました。レオ君は眉間にシワを寄せながら、ソファーの肘掛けに足を投げ出すと退屈そうにスマホをいじりで始めた。先が思いやられる。お前がな、人の名前も読めねえんだから。そう。で、死した配信者、終わらぬ配信。ここで3人揃ったってことだもんね。いや、どうしようかな。見たい感じもあるんだよね。ちょっとまあ事件概要を知りたいのもあるし、今日ここまでにするか。ちょっとシシタ配信ここまで読むね。任務が決まったっつうから来てみたら、ちょっと話が違わねえか。めんどくさ、絶対バックレよ。あ、そっか、そのさっき渡した書類のやつでいけると思ったの、低ランク任務の方にね。違うんですよ、それが。バガストロムのグールがガレージに集まった。ミドウさんはテーブルの上にタブレットを置き、資料と見比べながらひたすら画面をにらみつけている。ねえ、いつまで待たせる気？タケルという YouTube を知ってるか？タケルという YouTube？ YouTuber じゃない、タケルは。ようやく口を開いたミドウさんは、先ほど私が渡した資料を読み上げ始めた。タケルはもともとトーク系の YouTube で、YouTuber です。言われなくても知ってるし。タケルは YouTube じゃなくて YouTuber だし、YouTube はそのサイト名ですからね。レオ君はどこか呆れた様子でミドウさんの言葉を遮る。いや、ほんと多分ネット知らないんだよ。大した人気も知名度もない、どこにでもいる底辺 YouTuber でしょ。なるほど、確かに知名度はなかったみたいだな。でもその後すごいなんか人気っぽかったよね。みんな言ってたよね、タケルが、タケルが。死ぬまでは。死んだのか。死ぬまでは2ヶ月前、突然飛び降り自殺して、そっから一躍有名になったそうだ。一種の炎上商法ですか。でもそれ自殺して有名になるってどうなんだ。ここに動画資料がある。何の資料？見してみ。ミドウさんは再びタブレットに向かうが、動画資料を再生することができないのか。一層険しい表情で手元をにらみつけて、もうやるから貸しなよ、二度と触るの。ミドウさんデジタル機器苦手って本当なんだ。もう何してんの、貸して。しびれを切らしたレオ君がミドウさんからタブレットを取り上げ動画を再生した。ミドウさん二度と触らないでくださいね。はい、どうもタケルです。これタケル？なんだこれ、首が折れてんじゃねえか。これ YouTube 時代、 YouTuber 時代。それでさ、俺我慢できなくて店員に言ったんだよね。雑談。ああ、見てマイク倒れちゃった。見てじゃなくて、早くマイク直せよタケル。よく見りゃ手足もねじれてる。そうだね、ねじれてるっていうか、何かを拾おうとしてるみたいだな。おかしいな、拾えないな。マイクもザーってなってんな、タケル。拾いたいな。これ何配信なの？拾いたい配信ってこれどうにかしてくんない？グロうわ、ねえ、誰か俺の代わりに拾いに来てよ。
これ何配信なんですか。ひっ、心臓が止まるかと思った。いや本当な、正直私配信してる側だから思うけど、あんなね配信中にマイク倒れたら心臓止まるかと思う。やっちまったって思うけど、ね、これはタケルの死んだ1週間後、死んでなお配信してるってことですか。7月27日にヤツのチャンネルに投稿された動画だ。うん、だから何、ただのフェイク動画だよこれ。あ、フェイクだ。レブ君顔色一つ変えず断言する。もう一つ、先週 YouTube に上がった動画データがそこにあるはずだ。再生してみろ。うわ、えらそうに。これのこと？御堂さんのアレクサになってんな。今回の探索は危険度マックスってことで、アーカイブも残し、あ、胸。あ、これ一番冒頭に見たやつ。転ぶとこだった。そこじゃねえ、早送りだ。うるさ。いちいち指図しないでくんない。でも冒頭で見た、そのなんか今来ましたみたいな、ライブ配信ってやってね、ああ廃墟に来てみたみたいな。ここ何かが外に立ってる。この動画最後はどうなる。アホらしい。いや、やめろっつってんだ。いやあ、でもこの時にもなんかタケルがいるって言ってはいたよね。こんな動画が YouTube に、え、これバンされないんすか。普通にダメでしょ。ここ数週間、この死んだはずのタケルの目撃情報が後を絶たねえらしい。そう、しかも都内のいろんな場所で実際タケルに襲われたっつう被害報告まで出てきてる。ああ、なんか言われてみりゃ俺もどっかで見たことあんな、その話。学園が手を回して関連する動画を徹底的に見れねえようにしてるようだが、噂はすでにネット中に出回ってるってことか。そうだよね、消したところで他の人が持ってたら、うん、膨れ上がっていくだけだもん。するとレオ君は唇を曲げながら御堂さんに手を差し出し、彼の持ってる資料に目配せする。御堂さんはようやくレオ君に資料を手渡した。今回の任務はこのタケルの亡霊事件の調査と解決だ。要するにこの事件は亡霊の仕業じゃないって証明すればいいんでしょ。余裕じゃん、俺と翔ちゃんだけで十分だよ。いや、この二人に任せるのどうかと思いますけど。てめえ勝手に。今回は特待生も同行させる。お前が資料持ってきたくせに。突然自分の話になり、私はパチパチと瞬きした。意味わかんない、どう見たってこいつ足でまといでしょ。貴様、お前のオッペラ倒したんだぞ。まさかこれなの。ちげえし、今からホタルビに行ってこれするんだし。レオ君は呆れたように口を半開きにして指でハートマークを作ってみせる。特待生分かってないね、ハートマークも。スティグマを強化する力があるってのは本当か。はい、私というかこの指輪の力なんですけど、なぜか外れなくなってしまって、私はおぞおぞと右手の指輪を見せる。御堂さんは何か納得したようにうなずくと力強く私を見つめた。分かった、うん、お前は俺と組め。あ、やったー、安心。はい、よかった。一番こう、なんていうの、キリュウちゃんっぽいからさ、竜王とかのね、主人公のキャラクターっぽいからすごい安心感あるんだよね。なるほどね、今回その配信者でも似てるよね、前のノッペラの時とね。亡くなってるけどその他でまた目撃情報があるって話だもんね。でもどうなの、亡霊化してるのかな。これが魔法、羽衣の不思議とはポリスって書いてるけど。分かんない、これでまた次回やっていこうかな。藤君、また探してるのか、書いてること。これがもう見てください、終了まで残り1時間ちょっとしかないですね。最後にこれ1回1回だけ。あっ、新庄律、この子は持ってるから強化ができますね。ちょっと私もさ、もう怒って。